ウェザーニュースライブイブニングが始まります。イブニング担当のキャスターさんお呼びしていきましょう。今日は武藤彩芽キャスターです。こんばんはあれどっちだろうこんにちはこんばんはこんばんは全然自己紹介しないままここに来てしまいました。武藤彩芽キャスターです。はい、武藤彩芽です。この後も最新の気象情報をお伝えしていきます。あ、どっちでしょうかね。すっかり日が沈んでるので、体感、時間的にはちょっとこんにちはかなと思ったんですが、だから空を見るともうすっかり日も暮れてしまったので、こんばんはって言いたくなりますよ。どっちですかね。どうですかね。すごい迷っちゃってます。ね、そうですね。こんばんはって私はね、今日も決めてたんですよ、はい、普段こんばんはって言わないので、はい、クロストークの時あーちゃんには、はい、こんばんはって言おうと思って決めたんですよ。そうだったんですね。そう、じゃあこんばんはで、こんばんはで、はい、もうね、そうですよね、すっかり奈央子さんがこの時間帯、うん、ないですよね。ですよね、珍しくて2ヶ月に1回くらいあるんですよ今日はじゃあ激レアの日ですね。はい、はい、うんうん、もうね、本当にこう日が沈むのが早くなりましたね、うん、そうですね、うん、まあ、今日も、もうスタジオからもね、とても素敵な夕日焼け見れたかと思うんですが、今日は各地で素敵な、そう、ね、夕焼けが見られておりましたね。そうなんですよ、うん、これね、北海道鶴居村からいただきましたけど、はい、時間見てください。お昼じゃないですか。お昼過ぎですよね。15時55分にいただいたんですが、もう半分沈みましたと、まあ、中でもこの、はい、日の入りが早い時期の中でも、まあ、早いエリアになってますけどね。すごい、本当に早いですよね。奈央子さんはいつも朝日を紹介してると思うんですけど、いかがですか夕日のはこれね、ま、間違えちゃった。やっぱりってたんです私も最初の放送だったのでそう間違えちゃいますよね。朝日って言わないように夕日って頑張ってたんですよ、はい、それは成功したんですけど、はい、ふっと気が抜けた時に、ああこちら綺麗な日の出が見えてましたねって言っちゃったそうですよね、混乱しちゃいますよね、うん、朝と夕方の時間帯の番組をしてると。しかも15時台ですしね。そうですよね、日の入りにしてはこう確かに早い感じがありますよね。本当にこう夕日の写真なんですよね。本当だと思いますよいや早すぎて私はもう絶句しちゃいましたよ。確かにちょっと早すぎる感じはありますけど、暗くなるのが早くなると、まあ、ちょっと寂しい気持ちはあるんですけど、うん、でも今ね、紅葉のライトアップだったり、あとイルミネーションとかも始まりますから、うん、またそれはそれで暗い時間がこう楽しみになりますよ ね、はい、先日イルミネーションチャンネルもリリースされたので、はい、そちらからもしっかりと各地のですね、お天気や気温もイルミネーション見る時間帯のものも確認していきたいと思います。はい、今日はイルミネーションのことばっかりではないですよね、はい、イブニングの時間帯、はい、他の天気の話もしますか。もちろんしますあ、ばっかりっておっしゃったんですねイルミネーションの話はずっとするのかなあ、3時間イルミネーションはやりたいですけど、もちろん天気をやりたいです。キラキラするの大好きなので、はい、私本当にイルミネーション巡りも学生の頃はしてたので、はい、まあ、それを置いて言って、そうなんですよ、友人とイルミネーション見るためだけに東京に旅行に来たことがあって、うん、見るためだけに、すごい。そうです、そうなんだ、毎晩イルミネーションをいろんなところ、イルミマニアでした、はい、ただこの後お天気もしっかりとお伝えしていきます、はい、この